美味しそうやな。うわ、このサラダと焼き鳥の盛り合わせ美味しそうっすね。3人で仲良く食べようね。食べようか、ほな合唱しようか。合唱って中野さん、せーの、食べにくい、食べにくいでしょ中野さん。面白いやろ。面白いけど。じゃあいただきますね。いきましょう。せーの、いただきまーす。さあ行きましょう。さあ何から行くの。あれ本当、ももちゃんすごいな。え、もうそんなことないよ。やっぱそういうところがね、モテんじゃないの。嬉しいな。結構チェックされるよ、本当に。いやいや、そんなことない。うん、力ある。そう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 。美味しそう。素晴らしいね。いいよね。やっぱりね、そういうところに惹かれちゃうよね、本当にね。うん。あるよ。うまい。本当？まあ、あるもんね。やっぱりじゃあね、こう栄養のバランスを考えて持っちゃおうかな。こうやってね、ガッて。これドレッシングがいいね。なるほど、いい、いい、美味しいよね。うまいよこれ。いやでもこうやってサラダもいいけど、やっぱり焼き鳥も行かないとよくない。うん、焼き鳥。これも取るね。そうそう。え、取ってくれんの？うん。優しい。焼き鳥も、いやすごいね。つくね、つくね。やっぱり3人でこうやって食べると美味しいもんね。楽しいね、本当に。あー、すごいな。やっぱりももちゃんの優しさにね。癒されるよね。うん、すごい。あるよ。あるよね。そうだよね。うまい。さすがに。お、焼き鳥だ。これが焼き鳥なんだ。うわ、すごい。本当癒されるね。癒されるね。すごいな。本当。すごい、美味しそうだな。え、どこ？背中か。大丈夫？大丈夫？あ、そう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 。大丈夫？優しい。めっちゃ気持ちいい。あ、ありがとう。優しい。お、ありがとう。わ、すごい。優しいね。優しい。ちょっと背中かゆいんだよね。背中が。しまっかいんだよね。あるよ。ある？ある？孫の手。うん。自分の好きなところかけるもんね。いや、気が利く。ありがとう。本当に飲んで。うわ、すごい。大丈夫。あ、箸落としちゃった。じゃあ、はい、新しいお箸。優しい。優しさしかないよね。すごいな。見当たらない、それ以外。落としちゃった。あ、お箸落としちゃった。あるよ。あるよねお箸いっぱいあった。もうさ、料理もうまいし、今日はももちゃん優しいし、今日ここの会計、俺と赤井くん二人で払うよ。え、ほんと？うん、ね、赤井くんね。おー、嬉しい、やった。だから、いっぱい食べていっぱい飲んで。うん、わかった。あ、何飲む？あ、ないね。俺じゃあね、青森のお酒8000もらおうかな。8000、すいません、8000と梅酒ロックください。あ、じゃあ俺はね、俺はあの芋焼酎のロックね。いるよ。おいしい。うまい。芋焼酎ロック。おいしい。この状況は私嫌われているんでしょうか。JR 中野駅南口レンガ坂通りにあります居酒屋17番地。焼酎や日本酒の種類が多く、焼き鳥はもちろん海鮮系や揚げ物など美味しい料理も豊富なので、お酒がどんどん進んじゃうかも。酔っ払っちゃうかも。日替わりのおすすめもあるので、気軽に店員さんに聞いてみてね。今日のおすすめは？店内は1階にカウンター席、2階にはテーブル席があるので、1階のカウンターで一人で飲むのもよし、2階で仲間と飲むのもよしのお店です。ぜひ居酒屋17番地に飲みに来てね。太陽の光浴びながら流れてくるハッピーミュージック、どんな涙も乾いてゆく、降り注ぐ光から手中に君も歌おう、ハッピーミュージック、素晴らしい日がやってくる。